はい、おはようございます。ジェントです。今日はですね、富士山思想2回目です。ヒロ君と一緒に登りたいと思います。今回ね、ここまで来るのにすごく大変だったんですけど、それはね、また後で説明するとして、まあ今日は思想2回目なんで、まあ本番前ちょっとやれること練習をですね、すべて、項目をねクリアしてやっていければと思います。今日はですね、プラン B のタイムで走ろうと。まあ、去年と同じようなペースで走れればと思います。はい。今日はね、ちょっと全力で、特に後半全力で頑張りたいと思います。最後までご覧ください。はい。今ね、北麓公園、駐車してあるところをスタートしましたね。まあ、ここからスタート地点まで、そうですね、1キロぐらいだと思うんですけど、みんなでのんびりということになりまして、で去年はね、もうここ遠足状態だったんですよね。つまり飛んでて、みんな歩いてそして行きました。で、まあ前も思想の時も言ったんですけど、カメラのボタンを押し忘れちゃって、で、走行動画撮れなかったっていう、まあ、痛恨のエラーを、まあ、やってしまったわけなんですけど、今日はね、ちょっといろいろテストをね、考えていて、まあ、大きく言って3つですね。まあ、1つはタイムと。で、タイムは、まあ、プラン A って言ってるんですけど、富士ヒルのホームページにも貼ってあるタイムですね。1分28秒で終わる。で、こちらでいつも行くようにはしてるんですが、今日はプラン B、 つまり去年の富士ヒルのタイム、プロのペーサーに引っ張ってもらった時のタイムで行こうかなと思います。前半とにかく抑えて後半上げるパターンですね。で、まあ2つ目は、まあ、さっき言ったそのモバイルバッテリーですね。これをちゃんと充電していこうということと、3つ目は、まあ、カフェイン立ち、一週間ぐらいちょっとコーヒー飲まないで、ノンカフェインのコーヒーを飲んでいたりして、カフェインをちょっと立てたんですけど、まあ今日はカフェインのちょっとタブレットを飲んで、確か、1個あたり 385mg かな。まあ3つで、だいたい 1g ぐらいカフェインを取って、来ました。いや、とにかく、まあ本番前にやれることはやっておこうと、まあいうところです。まあ最大のポイントはね、最初のタイムにも関わるんですけど、10キロ、15キロ。例の私にとっての鬼門のところを、どうやってクリアするかですね。すごく疲れも出て、かつ平坦で、平坦というかまっすぐで、割と苦手な区間。まあそこをですね、いかにタイムを落とさずいけるかと。まあ、いうところが一番のポイントになります。はい、スタートです。ここから。スタートします。さあ、ここまで絞ってきたんで、ここからちょっとね、スピード出していきます。
ヘロさん、ジェントです。今5合目なんですけど、ちょっと雨が降ってきたんで、今日早く降りようと思います。では降ります。いや寒い。いやーまあこれ間に合うのかな。いや正直わかりません。これはい、思想行ってきました。タイムはですね、1時間27分29秒でした。で、プラス2分足すんで、まあ1時間29分29秒ですね。というあたりで、まあなんとかね、ブロンズタイムには入れたと、まあいう感じです。まあ去年の思想のペースと同じですね。はい。あとはまあ当日アドレナリン効果で、まあどこまで早められるかと。というところだと思います。まあ今日はですね、課題の第1番目のその15、20区間が、比較的、抑えられたんで、そこは目的が達せられたかなと、まあいうふうに思います。
まあ、課題としてはその後の、まあ、15-20 の区間で、まあ、どれだけ緩まないで混んでやれるかというのが、まあ、当日の課題になるのかなというふうに思います。あとカフェイン立ちも1週間して、まあ、それもやっぱり効果ありましたね。まあ、頭がすごくはっきりして、すごくいいので、まあ、これはおすすめの方法だというふうに思います。はい。まあ、あと、その、最後ね、カメラの電池が持ったかどうかっていうのは、ちょっとまだチェックしてないんですけれども。まあ、いずれにせよ、すごく無事に帰れましたし、とても楽しい思想でした。はい。ヒロ君、今日はいかがでしたか？感想としては。今日は寒かったですね。小雨混じりで。山頂でコーヒーも飲もうかと思ったんですけども、寒かったんで、残念ながら割愛ということになって、ちょっと残念ではありました、はい。やっぱ山頂は寒いのでね、まあ、当日もやっぱりかなり、熱いものを持って降りてきた方がいいと思います。まあ、荷物預けでできるんで、持っていかなくてもいいんで、そこはそういうふうに対策してもいいかなと思います。はい、じゃあ2週間後、いよいよ本番なので、最後整えていきたいと思います。まあ、最後ね、皆さんも富士ヒルいろいろ準備されてて、緊張してる部分もあるんでしょうけれども、まあ、本当当日ね、皆さんベストな体調とあとメカで臨めるように本当に私もお祈りしています。じゃあお互い頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いや、結構マニアックな店ですね。三浦うどん、吉田うどんを食べてみます。うわ、すごい。すいません。ああ、それもね、これはね、うどんの方に。ああ、なるほど。しなってなっちゃう。確かにこの辛みはちょっと入れただけできますね。今何が起こったかっていうとですね、朝ですね、シートを変えようと思ったんですね。新たに買った、それでシートを変えようと思ったら、そしたらここにこうネジがあるんですよ。それでこれ水平にこう止めている、こう奥に入っているネジがあるんですけど、それがですね、落ちちゃって中に入っちゃったんですね。それでなんと2回も落として、それで3回目落とした時にもう出てこなくなっちゃったんですね。でもうとにかく東京に行こうということで、浜松からもう臨港でそのままバラして、それで来てですね、それで今スペシャル新宿の店で、なんとかヤグラが、シートポストについてヤグラがあったということで、その部品を購入させていただきました。まあ、ちょっとシートポストを買うしかないっていう、3万いくらっていう話だったんですけど、よく探したらそのヤグラがあったっていうことで、4,000円ぐらいで、まあ済んだわけなんですね。まあ、あと取り付け工賃とか入れて、そして今朝はですね、自然パンクもしてて、まあ、後ろもですね、直してもらいました。まあ、計8,000円ぐらいで、本当になんとかなったんで、明日思想に行きます。はい、よかったです。